そういえば昨日、ニジヌーンに出演したんですけれども、見ていただけたでしょうか？めちゃくちゃ面白くてね、私途中でね、涙出るぐらい笑ったんだけど。面白かった、ほんと？なんかね、なんだっけな。山手線ゲーム？楽器っていうお題があって、でなんか、結構ね、みんなわーって喋ってたから、音がね、全体的に誰がどこで喋ってるか、ちょっと聞こえづらかったから、あれだったと思うんだけど、なんか、んごちゃんが、私がね、一番最初にね、早くも脱落して、で、んごちゃんが、なんか、フレン先輩が、全部、なんか、んごに教えてくれますもんね、楽器の種類、みたいな感じで言ってたから、横にいた、水戸さんが、私にも教えてくれますよねって言ったから、私どっちにも同じこと言いますねって言ってたんよ、私。バイオリンって言いますねって言ってたんだけど、私が小声で、パンパン、なんだっけ、なんちゃら、タンタンって回ってきた時に、水戸さんに、コントラバス、コントラバスってめっちゃ小声で言ったら、多分その、パスのとこだけ聞こえて、水戸さんがパソコンって言って、私あそこ面白すぎてもう頭上げれんぐらい笑っちゃって、ティッシュで涙拭いてたもんな。マジで面白かった。ゲラゲラ笑ってた。ちょっと若干疲れてまいりました。まだやれるよね。やれますやれます、頑張れるよね。いけますいけます。フレンさんも盛り上がりましょうよ。ここに電波キッチンをしてくださいよ。思い浮かんだら全部猫流し。大丈夫、テンパキッチョやめろ。私に横流して。そんなこといますか。バイオリンバイオリンだよ。山手線ゲーム、イエーイ、いつから始まる、楽器、イエーイ、せーの、ギターとパソコン。え、違う、今右からパソコンって聞こえてきたんですけど。惜しかったです。